レッド L-200 モラバポーランド航空博物館の L-200A99 搬送機バンクを取るレッド L-200D モラバレッド L-200D モラバレッド L-200 モラバは1960年代にチェコスロバキアの LED クノビツで設計、製造された創発のツーリング小型旅客機である クノビツェのレッド工場は1950年代にアイロ社からのライセンス生産で総発ツーリング機のアイロアエマイナス45を製造していた。1955年に新設されたに引きられた製造局は独自のより近代的な5座席ツーリング機を設計することを決めた。この機は 当初新しい 210HP を発生する M-337 エンジンを使用することに決まっていたが、この新エンジンの準備はまだできていなかった。このため試作機には低出力の 160HP を発生するバルターマイナー6-3エンジンが装着された。XL-200 と名付けられた最初の試作機は1957年4月9日に、 初飛行し、続いて、試作2号機と静止テスト用の機体が作られた。機体は流霊で、引き締まったラインで構成されていた。同じ年に、量産前モデルの L-200 が10機製造された。その中の1機はまだ評価試験中であったが、この機は成功作であり、量産が決定された。L-200 のうち1機が、 M-337 エンジンを搭載した L-200 アンペア型の試作機に改装された。変更点はわずかで、ほぼ新規の2枚ブレードの V-410 プロペラ、コックピットの位置を 43mm 下げ、尾翼の形状を改良し、エンジンナセルが延長されていた。この機は1959年に完成し、同年7月のパリ航空ショーに展示された。 M-337 エンジンが搭載された後の1959年秋には評価試験が実施中であったが翌年7月には成功裏に終了した L-200A の最初の量産機は1960年2月に初飛行した L-200B と C は製造されず2番目の量産型はソビエト連邦のアエロフロートの要求に応じて改変された L-200D であった。このモデルは、直径の小さい3枚ブレードの V-506、プロペラを装着し、防塵フィルターなどの小さな改良が図られており、より統合的な広報機器も取り付けられていた。L-200D の試作機は1960年に、L、L-200A の試作機から改装され、 1961年から1963年にかけてテストされた。1964年までに3機の試作機と197機の L-200D を含む総計367機の L-200 が生産され、5機がユーゴスラビアのリベス社で部品から組み立てられた。さらなる派生型は6座の L-210 は、 1966年に1機の L-200D から改造され 245HP を発生する M-338 エンジンを装備していたが航空会社からの注文はなく生産されなかった。レッド L-200D モラーバンカー空港にて量産前モデルの L-200 がテストのために5機がチェコスロバキアのアグロレト航空に2機が チェコスロバキア空軍に2機がソビエト連邦のアエロフロートに提供された。L-200 をエアタクシーとして使用したアエロフロートは68機の L-200A と113機の L-200D を使用したモラバの最大の単一ユーザーであり、1966年に最後の機体を受領した。しかし1970年代にソビエト連邦はこれらを 自国の航空機に代替することにより売却するか退役させた。チェコスロバキアでは約100機のモラバがツバザルム航空クラブ、アグロレート航空、チェコスロバキア航空やスコダ社のような企業といった民間で使用された。20機がチェコスロバキア空軍で練習機として使用され、約50機がポーランドに販売されて主に救急搬送と飛行クラブで使用された。 その多数カ国に数機ずつのモラバが販売された。144機の L-200A が15カ国に販売され、それらはオーストラリア、アルゼンチン、キューバ、ハンガリー、西ドイツ、イギリス、エジプト、インド、イタリア、ポーランド、南アフリカ共和国、ソビエト連邦、ユーゴスラビアの国々で使用された。L-200D はブルガリア、キューバ、エジプト、 フランス、ハンガリー、東ドイツ、イギリス、インド、インドネシア、イタリア、ポーランド、スイス、スウェーデン、ソビエト連邦、ユーゴスラビアへ輸出された。少数のモラバが主に、チェコ、スロバキア、ポーランドで、現在も使用されている。着陸体制のレッド L-200D モラバ。ありがとうございます。